さんは動きの方は勉強されるのか。自慢じゃありません。自慢じゃありません。あ、すみません。佐藤さんは待ってます。僕、あ、3級勉強された。はい。そうね。確かに、試験の、多分試験の2ヶ月前とかに、こう、全くですけどね。たぶんちょろっとこう、一通りこう、本を持ってきて、あの、なんか通信みたいな、はい、あんま、あ、もうこんなもんかな、程度でもって、全然わかんない。ただ、先生がいいですよね、教科書ではね。あ、ピンとこないですもんね。で、あの、試験会場行って、はい、スタートでもう、もう圧倒されましたね。なんと、とにかく。もうじゃないですか、みんな。みんなこれ。いやー、もうだ、もう、お差し申し上げます。まあ、試験会場ってあれですもんね。みんな、できるように見えますもんね。で、音でもね。音でよ。って音なんですよ。あ、とされちゃうんですよね。部活の時もあるんですもんね。他の学校の生徒はみんな強そうに見えますもんね。確かに。体操がなくても。